じゃあスタートいたしました。はい、じゃあ今からですね、やる曲がこちらの曲になります。沖縄に恋したらということで、これはですね、作詞作曲が、玉木貞子先生で、上田さんの名前はここに歌になるんですか。まあでもこの曲ができたいきさつは上田さんのあれですよね。まあその上田さんっていう方がですね、沖縄で三線を広めたり、今はなんかヤギを飼ったりとかお野菜を育てられたりとかされてますけど、そういう活動をもう何年前からですかね。10年以上前ですね。僕が三線を始めた時にちょうど上田さんが YouTube に三線の動画を投稿されていて、僕はそれを見てたんですけど、でまあある日梅さんと2人でここ話をしよる時に、上田さんとこうつながったらどうかという話になったんですよね。Facebook をやりよっちゃったんだ。広めたいに三線広めたいに入ろうやるということです。思い切ってメッセージしてみようっていうことでメッセージをしたのが最初のご縁のつながりですよね。でもうすごい気さくにお電話とかもしてきてくださって、で僕たちはこう YouTube でいつも見てる方だから、なんかすごい親しみがあって、なんかっていう感じからスタートして、でそのすぐぐらいですかね、この曲になったのが。なんか上田さんが沖縄に恋したら、はい、愛に恋っていうフレーズ、そうですね、フレーズを用意し YouTube の中で、それを玉木貞子先生が、はい、このフレーズは、まあ、歌になると思って作られた。そうですね。じゃなかったかな、はい、そういうことですよね。でこの歌ができてから、動画でその玉木貞子先生がまあ、この歌についてのお話であるとか、あとどういうふうに歌ったらいいかとかっていうのを今も載せてありますよね。まあ、沖縄に恋したらということで検索してもらったらいっぱい出てくると思うんですけど、で、僕たちはそれを見てこう練習して、上田さんからも言われてましたよね、ちょっと練習してみてって言って。確か楽譜も上田さんが送ってくださったと思うんですよ、当時。で、なんかこの僕たちがやってるサークルでも練習を始めましたね、その頃。っていうのが最初、この曲と出会ったあれでしょうね。で、あとあれですもんね、その後に先生がここに来てくださったんでしたっけ。はい、そうです。僕たちがその沖縄に恋したらの、練習風景をYouTube の方にこのチャンネルですけど動画にいっぱいアップをしてたら、それをその玉木貞子先生がたまたま見てくださって、山口県にこんなところがあるのかということで、まあ、お忍びでというか、まあ、遊びに来てくださって、ここで、まあ、その映像も残ってますけど、先生交えてみんなでそこそこ音遊びと言っていいのかわからないんですけど、やらさせていただいたというのがいい思い出ですね。でその後、少し経ってから貞子先生が今、まあ、岡山に今、沖縄から、引っ越して住まわれてるんですけど、ご主人さんが岡山でお仕事をされてるからということで、今岡山の方で。三線をいろんな方に教えられてるそうなんですけど、でそこの岡山の地でこの曲ができたからということで、その発売記念ライブ、沖縄音楽祭っていうんだったんですよね。だったと思うんだけど、はい、もう4年ぐらい前の話です。確か4年か5年ぐらい前で、それでこの曲を披露するからっていうので、僕たちもさせていただいて、しげさんと梅さんと僕と3人で行ってきたんですけど、でまあ、その映像も残ってますからね。で梅さんとしげさんが気が付いたらステージ上にカチャチを踊りながら僕が動画撮りよったんですよ。でパッて横見たら2人がおらんことになっちゃって、あれどこ行っちゃったんじゃろうと思ってステージを見たらステージに上がってきてカチャチ踊りよる2人が、この人らすごいと思っていや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 、ちゃんと踊りよっちゃったんですよ。まあ、その映像もチャンネルに残っておりますので、まあ、そういうこともありましたね。大変お世話になっている植田さんと玉木貞子先生ですけど、まあ、植田さんもその後もいろいろと交流があったり、電話かけてきてくださったり、いろいろともう大変お世話になっている方です。今も沖縄ユンタク放送植田武信ということでチャンネルの方もやられてる大先輩になりますので、よかったらそちらの方も見てください。ということで、この沖縄に恋したらどういう歌になるんですかね。沖縄に恋したらたくさんなんか素敵な出会いとかありますよっていう、まあ、歌ですけどね、はい、まあ歌ってみますか。はい、2番ぐらいまでですかね。はい、いい歌ですよね。はい。そうですね。で出だしがですね、朝ドラ四太に似せて作ったって確か先生言われてたんで、はい、そこがちょっと三線やられてる方からするとちょっと間違いやすかったりするかもしれないんですけど、じゃあちょっと沖縄に恋したらやってみたいと思います。そういえばあれですね、岡山に行った時に初めてマイチンさんとか、キクちゃんさんとか、他にも三線を広めるということでチャンネルをされている方々にもその時に初めてお会いしましたよね。まあいっぱいそういう素敵な思いの詰まった僕たちの記憶に残る歌ですね。あ、行ってみましょう。梅さんからお願いします。お願いします。せーの。はい。Hey! までやったんですけど、本当は3番まで、はい、あります。まあ、こういった感じで歌詞も分かりやすいですよね。沖縄に恋したら愛に恋、愛っていうのがI love youの愛になってて、愛に恋の声が恋になっちゃうっていうことですよね。早く恋の声もそうですよね。言葉遊びね。そうですね。今すぐに恋。じいちゃんもばあちゃんも愛に恋。おじさんおばあさん今すぐ恋、沖縄に恋。まあこういったコロナが収まったらみんなで行きましょう。そうですね。コロナが収まったら会いに来いということで。今緊急事態宣言要請しますからね。ということで、はい、今回はなんか沖縄のなんか素敵な皆さんとなんかつながったご縁のある歌を紹介させていただきました。はい。まあなんか検索したら昔の映像とか。先生の教えられてる映像とかいっぱい出てくると思うんで、もちろん上田さんのチャンネルでやられてるのとかも出てくると思うんで、気になる方はそっち検索して見ていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。